はいどうもレックスです。いやーほとんどね1年ぶりの更新っていうね、もうゲーム実況にあるまじきっていう感じですけどまあちょっとはいやっていきましょう。ゼルダの伝説夢を見る島実況プレイ始めていきます。楽器が1,2,3,4,5,6 ですね。あと2つっていう形なのかな。はい。で、鍵は全部集まってて、という感じですね。という状況ですね。はい。で、まあ、大鷲の塔の攻略を始めていきましょう。さあ、これ完全に初見なんですけど、どうでしょうね。ちょっとじゃあ、こっちから行ってみようか。なんかいるよっ。一応ね操作だけは少しだけ、さっきリハビリをしたところなんですけどまあでもまだちょっとどれがダッシュでとか軽く確認したぐらいなんで、もうねぐだること受け合いっていう感じなんですけど、これ苦手なんだよな。よいしょ、行ってみる。これはなんか真ん中なんか来るのかな。こんのこいつあんなやついた。あ、いやててててあんなやついたっけ。初めて見る。マミーだー。バブルさん、バブルさん苦手なんだよね。トライフォースの頃から苦手。ほっほっ、よし。いやてててててて、お鍵、ほい、これでそこ開けていいかな。そうだね。うん、これって動いたりは、あ、間違えた、動いたりはしない。ここ開けてみようか。じゃあ、はい、ああ、そういうことね。はいはい、とりあえず上上がるしかないですね。行ってみよう。オーブがあそこにあるね。オーブがあそこにあったところ、あ、こっち行けるんだ。あー、なるほど。これ何ん、なんじゃこれ、なんだあれ、んこれは、ん、鉄球、なんか黒飴なめなめみたいな感じのものがありますね。これとりあえずあのオーブをどうにかしたいわけなんだけど、これひょっとしてなんかこうこっちに持ってはこれる。あっこれ大丈夫、これ大丈夫、これちょっとやらかした感が。で、これがあれ、あ、そっか、これはぐーっとやらないといけない。でもこれ間に合う、これ、あ、間に合うんだ、なるほど。さっき袋聞こえ、あ、聞けなかったけど、でもくちばしがないからしょうがない。よいしょ、この針はこれ止まるのかな。あれ、待って、ニワトリどこ行ったちょっと待って、あれ、ニワトリあれか、あれ、ニワトリはダンジョン入ってきてなかったっけ。あれあれ、いなかったっけ、ダンジョン入った時。いやー、いたらさ、これねえ、うわうわ、あ、なるほど、下に来る、下に来る。ん、待て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 、落ち着こう落ち着こう。これ下に行くとさっきのとこね、はいはい、これちょっと大部屋なわけね。これは上に乗れてるんだけど、上に乗れてるうちになんかできることあったりしますか。しな、あ、落ちちゃった、はい、うーん、ちょっとさっきのとこ心残りなんだけど、いいや、ちょっとあれ、あ、これさっき来てないとこですね、これね。
こうしておくとどうにかなっていうか。危ない危ない危ない。カービィがいる。カービィ、え、カービィどうするのあれ。いた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 、ね、え、カービィどうするのあれ。あ、なんかまたチェスがいるぞ。これはうざいぞ。とりあえずこいつを、これチェスのあれなんですよね。シグマ、シグマじゃない、シグマって言っちゃう人は大の大冒険大好き。はい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 、そうだね。で、これはここから投げればよい。あ、違う。じゃあここから投げる。なんか違ったけど、まあいいや。ああ、はい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 。これはなんだろうね。おい、ナイス。地図。地図。これ2階だね。2階の地図ということで。な、4階まであるのか。結構、まあそりゃそうか、塔だもんね。まあちょっと、とりあえず2階こっち行ってみようか。あ、これさっき落ちたとこだ。あ、で、これ今、オーブを切り替えてあるので、こっちに行けると。これって動かせたりします？あ、そ、あ、だからこっちから出てくるわけな。はいはい。じゃあ、こっちを行きつつ。ここ、ここは？ここは何？あー、はい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 。じゃあ、とりあえず南に行ってみましょう。ほう。これで切り替えておくとどうなる？とりあえずここはジャンプできちゃう。あー、でもこれ閉じ込められちゃうね。閉じ込められちゃうので、どっから、ん？ここで落ちてみようか、じゃあ。これ。あー、こうなっちゃう。なるほど。あらららららら。あー、やばいやばいやばい。これはまさか。あ、え？大丈夫大丈夫。盾取られてない。あー、よかった。これなんかさ、どういうタイミングかわかんないけど、盾取られちゃうことありますよね。あのままレバーガチャしないままだと盾を奪い取られちゃうんだろうか。ちょっとこれ西に行ってみようか。おお、これ取れますね。はい、何でしょう。はい、くちばし。あそこの袋の言葉が聞けるわけなんだけど、これはまだいいか。この北側は何でしょうね。またカービィいるよ。このカービィ何なのこれ。これ倒せんのこれ。ほっ、よし。あれ、え、何、吸ってる吸ってる吸ってる。え、このカービィはどうしたらいいの。カービィは弓？あ、ダメ。え、無敵？あ、そうそうだね、ブーメランをね、なんだっけ、どっかで手に入れたんですよ。なんかここゲストの部屋ですね。あれもあるし、クリボーもいたし。で、こっち行けないじゃん。行けないので、じゃあオーブを切り替える必要あるのか。これでじゃあこっち側に渡りたい。あ、違う違う、邪魔。ちょっといつまでもしびれてないで。その壺を、あれ、倒せる。これ要するにスーパーアーマーってこと、こいつ。よし。ああ、そういうことじゃない。よしよしよし、それがしたから。あ、痛い。このゾンビはあれですね。あれ、今なんでこいつ、ん、今何がどうなった。あれ動かない。こっち行ってみようか。あれ、でもこれなんかなんだこれ。
どうしたらいいのやらという感じだけど、オーブってどこで切り替えるんでしたっけ。2階でしたっけね。とりあえずじゃあ2階に行くか。なんだと鏡の盾、これはもう終盤の証じゃないですか。これなんと、まああれ、これ今自動的に切り替わった系のやつ、そういうことか。すごいね、やったやった、よし。 あそこに鍵があるんだね。これひょっとしてこのなんか6つ並んでんのは何なんですかね、これね。なんかあんのかな。とりあえずぶっ壊してみよう。なんもない。あ、そう。この鉄球がちょっとよくわかんないんだな。とりあえずこれでこっち行ってみようか。これ上に行っちゃう？ねえ、上に行っちゃうね。ちょっと上はまだ待って。ちょっと待って。2階探索させて。あ、違う違う。違う違う違う。これって、あ、そういうことできるね。はいはいはい。これは、あ、できないのか。矢じゃないと、このブロックを越えてオーブを変えられる、ね。あー、痛い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 。あー、そういう系ね。ここここ、よし、はい、来たー。で、そこに降りてくるんかーい。あれ、これどうやって取んの。これ取れなくないですか。あれか、上から落ちてくる系か。じゃないと取れないもんね、これね。なんかいるけど、お前なんかいつか見たな。どうすんだっけこれ。なんかめちゃめちゃゴリ押しちゃったんですけど。めちゃめちゃゴリ押したな。なんか、はい、すいません、余裕で倒しちゃった。さっきのムキムキよりもこの火の玉の方が嫌だった。あ、やばい。ああ、大丈夫よっ。あー、そういう系か。あい、出島。ちょっと待って、こっちから上行ってみよう。これまたあれだな、トランプ的な。よっ、あ、遅い。ハートの時によいしょ。あー、よしよし。あー、違う違う、間違えました。いや、クローバーだ。緑で打つ。緑の、あ、次。よいしょ。緑の次。よし。はい。なんでしょう。鍵かな？コンパスですね。よし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 。これで向こうに行ってもしょうがなくて。とりあえずこう行ってみようか。あーあー、こっち出てくるのね。ああ、なるほどね。これ調べてないな。4本の柱倒れるとき謎解ける。柱倒れる、柱倒れんの。あれ、あ、待って、これダメじゃん。柱ってでもどれだ、倒すような柱あったっけ。あ、ここも調べてなかった。高き台の上の宝箱、さらなる高さより落ちる。なるほどね。おーし、あ、これ倒せんの。あ、倒せんのか。なるほどね。あ、これか、柱倒すって。この柱を倒すのね。はいはいはい。これでここ開くね。
よっしゃー。これさ、この鉄球使って多分柱ぶっ壊すんだよね。こっちに行って鉄球をあっちに置いといて、これブーメラン、おお、いけんね。ブーメランが使えるのはありがたい。これでさ、この上からこっから投げてぶっ壊せたりする。ほっ、よし、できんじゃん。いててててて。ただこれ多分ジャンプできないよね。あっ、投げちゃう。なんか柱4本って書いてあったよね。あーあ、あーやべ、落ちちゃった。あれ、鉄球どこ行った。ちょっと待って、あー、ここに戻ってんのか。なるほどね。じゃあさ、これここ、いやー、でもこれ間に合わないよな、多分な。これ間に合う？こうして、ほっ、あー間に合わない。このぐらいだったら間に合う。こうして、ほっ、よいしょ、あー、いったー、ほら、はい、これでこの部屋の柱壊して、ここも壊したとこ、あとどこ、こっち側ってことあったっけな、覚えてないな。はいはいはい、これで、あ、こ、あー、あそこに柱あるね。あそこの柱でもどうやっていくの、ここ、これはでもさ、え、この鉄球こっち持ってこれないよね。いや無理じゃない、上かな、上にやっぱなんかあんのかな。いや、とりあえず3階行くか。はい、じゃあ3階、3階に来たけど、こいつは確かなんかこうだよね。なんだこれ、なんだあのヘビ、倒し方合ってんの。これはこう行っていけばいけると。これも出れますよと。これなんか全部倒すといいことあるけ。痛い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 。あれ倒せない。とりあえず、あれ倒せませんね。矢は通じる。でも矢はもうあんまないよ。いてててて、これひょっとして跳ね返せる。ああ、そういうことね、そういうことかい。これ鍵出ない。あ、出ないんだ。マジかよ。鍵欲しいな。なるほどね。ここ全部倒すと鍵出たりします？しません。了解した。こっち初めてだ。こっち行ってみようか。なんだ、誰、へい、そこのチビさん、俺様と勝負する気か。よし、上等でやろうども畳んじまいな。ぺうっす、汚ねえな。
おい、なんか笛吹いてんじゃねえかよ。なに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 、これただひたすら切ってればいいの。一匹でも残ってればそれ十分。つまり全員天に倒せってこと。ああ。うまいこと全員倒さなきゃいけないんだ。痛い痛い痛い。これむずくね？うぜえ。わかった。こういう時は端っこにいればいい。惜しいな、惜しいな、惜しいな、惜しい、惜しい。この辺にいればいい。こんなゴリ押しでいいのこれ。これでいけるだろ。よっしゃ。よくも俺様の可愛い手下をやりやがったな。後でホルザー書くのを覚えてろ、ペ。あいつペッペペッペうるせえな。これ何？あー、あれか、途中から来れますよ的なね。はいはいはい。はい、OK。じゃあ途中から再開できるのはいいですけど、なんかここいっぱい、なんかこの火の玉うざい。これなんか動かす系でしょ、どうせこれ。どう動かせばよかった？あれか、真ん中に寄せんのか。テレテレレレン。これはあれでしょ、鍵があるんでしょ、多分。こういうことですよね。このさ、火の玉消せないの？これで消えたりしない？消えない。さあ、おお、あ、ここでボス部屋なんだ。ボス部屋の鍵か。あ、そう。でも3階なんか意外とあんまなんもなかった。はいはい。でこれ思い出したんだけどさ、ここから落ちると外周に落ちるはずなんだよね、ここだ。これ取れるんじゃねっていう。ちょっとこれやってみようか。あとここに東側の宝箱がこれ取れると思うんだけど、こっち取るためには多分ここで降りりゃいいんだよね。それちょっとやってみましょう。はい。これで取れるでしょう。鍵かな？イエーイ。ですよね。で、じゃあ向こう側の鍵も取ってみよう。ここ降りちゃえばいいんだな、きっとな。ここを降りるとさあ、どうなるでしょう。ですよね。はい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 。これで、まあなんか結構進むんじゃない？ありがとうございます。秘密の貝殻、秘密の小さなメダルをもらって、そしたらじゃあこれで鍵が開くわけだよ、ここの。あれ、違う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 、待って待って、ここか、ここの。はい、通れますよと。はい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 、これでいいんじゃないか。よくねえわ。ちょっと待って待って、このブロックを変えとかないといけないわけですよ。なのでどうすればいいかというと、なんかさ、柱がまだ落ちきってないんだよね。まだ2つ、あそこが開いたはいいけど、でやっぱりなんか柱をぶっ壊さないといけないような気がするんだけど、ここに鉄球をどうにかして持ってきたい。ここに鉄球？これ落とせる？鉄球とりあえずここに置いとく。
行ってもダメか。いや、ダメじゃないよ。あー、ここ壊せんじゃん。これ壊せて、壊してなかったね。はいはいはい。なるほど。これは進むでしょう、さすがに。先に進めぬ柵の向こうを、その手に持つものを投げ込むべし。あ、鉄球をぶっ込めってことな、要するにね。鉄球を投げちゃえばいいっていうこと。ああ。これでこれ開いて、あ、爆弾。はいはいはい、どうもどうも。1個あーあ、じゃあとりあえずこれでここに来れるようになっただな。なっただな投げ込んで置きますよと。はいはいはい。で来ればいいんだな。こうして、はいはいはい、来ましたよ来ましたよ。よし、ほら、ということね。はいはい。で、あともう一個あんのか。もう一個あるっていうことよね、これ。これで、こう来て、そこに、絶対落ちちゃダメだ、落ちんない落ちんない落ちんない、よしよし。これで、ほっ、やったー。あ、ダメだーあ、ダメじゃない、ダメじゃない。いててててててて。これでこうして、あー、うざいうざい、お前らうざい。これでおらってやって、あー、できた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 、できたー。いててててて。あ、でこれまた回ってこなきゃダメなのか。マジでもしょうがないよね、それしかないよね、回ってくるか。はいはい、来ましたよ来ましたよ。これ俺解き方間違ってるこんなめんどくさいのはい、これで4本壊したよ。はいはい、ということで、で、これでどうなんの、これどこがどうなった系ですか、これ。あ、3階になるわけだ。ボスが。ボス部屋が3階になると。3階になるということで、そしたら、もう一回降りちゃっていいかな、そういうことかな、これ。はい。これでどこに行くんだ、どこって、まあ、ここなんだけど、これがどう繋がってるかですよね。これが行ったことない場所になるはず。なるほど。で、ボス部屋があそこね。ちょっととりあえず行ってみようか。あー、はい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 、なるほどなるほど。よいしょ。クリボーがすげえいっぱいいる。クリボー部屋になっちゃった。あー、これで、これがね、こっち行けなかったのが、ここに出るわけですね。はい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 。あ、ここか、こうだ。はい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 。これで、ボスということですかね。横スクロール。え？あ、こいつボスか。なるほど。笛か。最後のが、じゃねえや。この塔の楽器。
すぐ畳んでやる。なんか塔の上で、塔というか高いところでこういう鳥と戦うの、なんか天地創造を思い出すな。どうしたらいいの、どうしたらいいのこれ。あ、やばい系、やばい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 、ちょっと待って。とりあえず回復をしといて、羽はこれで OK そうだ。なるほどなるほど。羽はこれで耐えて、鍵爪で攻撃してくるときに盾でガードをして、おい早く来いよ、何やってんだよ。来た、これのタイミング、よし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 、これでいいんじゃないか、これでいいんじゃないか。でもいつ攻撃すらいいんだこれ。あ、やっつけた。いやー、ま、負けたぜ、へへ、真っ白に燃え尽きちまった、ジョー。だがよ、てめえも消えるんさ。風の魚が起きちまえばな。てめえも俺様と同じ奴の夢だからな。はい、ボーン。いやー、この塔、結構時間かかったな。はい、ハートの器を手に入れた、よっしゃー。やべえ、何気に体力やばかったですね。で、あ、こっちが開くと、はい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 。おお、あれ笛じゃなかった。笛ってもうあるんだったっけ。あれないじゃん。ピアノとりあえず。おわ、オルガンだったか。ユーナギのオルガンを見つけた。やったぜ。はい、これで残すところ楽器あと1個ですかね。笛、笛の音がお前を導く。あ、これ笛がラストって感じですか、ひょっとして。あれ、そういうことじゃない。あー、はい、ということで大鷲の塔攻略できました。はい、おめでとうございます。やりました。あれ、でもこれでなんだろう、どうすればいいんだ。まあいいや、とりあえずじゃあ、今回のところはここで終わりにしましょう。多分ね、これ西と東に塔があるっていう話だったんで、西側におそらくもう一個塔があるんじゃないかなという、塔じゃないのかな、なんかでもこっちら辺にダンジョンがあるんじゃないかと思うんですけど、はい、じゃあまあ次回それをやっていきたいと思います。ではでは、今回はこんなところで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。